影された写真を見ながら打ち合わせをします。さすがにこれはあざとすぎるのでは。僕は普通すぎてつまらないと思います。確かにもっとマッチョリならではの個性が必要ですね。やっぱり重視した方が。お願いです、次こそ、今度こそは。マッチ売りの祈るような表情を見た人形たちは、いい表情だと笑います。じゃあ、ラストチャンスですよ。次の原作に忠実に、はかなく、守ってあげたくなるような感じを出していきましょう。ちゃんと頑張れる。はい、もちろんです。先ほどのサービス精神での言っていたのはどうでもよくなったのだろうか。マッチ完売です。この写真もダメですね。本当に怖がってるようなリアル感が出てない。重箱の隅をつつくようにマッチ売りの演技に様々な角度でダメ出しする人形たち。マッチ売りは懸命にうなずいているが、おそらく指示内容を理解できていないことをスノーは雰囲気で察していた。この光景、ブラック企業とかいうやつでは。一方その頃、赤ずきんはというと、飽きましたと一言残し、どこかへと消えていたのでした。